アフリカ卵蛇は、ナミヘビか卵ヘビ属に分類されるヘビ。単に、卵ヘビとも言う。サハラ砂漠を除いたアフリカ大陸、アラビア半島南部全長50から100センチメートル。鱗には、筋状の隆気があり、同所に分布する鎖ヘビ科の構成種に擬態していると、考えられている。体色は、灰色や、緑化色、泡化色などで、地域や個体による変異が大きい。 背面に暗色の反紋が不規則に入る。頭部背面にはアルファベットの V 字状の反紋が2つ入り、頸部背面にも同じような反紋が入る。孵化直後の幼蛇は全長20センチメートルほど、サバンナや低木林などに生息する。危険を感じると、ノコギリ蛇のように頸部を広げ、鱗をすり合わせて警告音を出す。食性は動物食で、 蝶類の卵のみを食べる。卵がない時は絶食する。繁殖形態は卵生。1回に12から15個、最大18個の卵を産む。卵は3から4ヶ月で孵化する。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。餌としては生態でもうずら、幼体では、獣始末などの卵が必要になる。ありがとうございます。